はい、こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。はい、無人島に行くならこれを持っていくっていうのをね、よく言われております。一個だけならいいよとかさ、まあまあセットのものを一個として別にいいよっていう人もいるんだけど、よくね、アンケートみたいな感じでよく言われておりますけど、皆さん何か持ってきます？やっぱさ、ナイフは持ってきたいよねっていうのもあるし、あと、なんだろう、ライターとかマッチとか、そういうものだったりだとか、あと、なんだろう、携帯と、あと、ポータブル電源みたいなやつとか、いろいろと言われてるけど、何があるんだろうな。やっぱナイフかな、一応ナイフ。うん、でもまあ火をつけるのもまあ持っていきたいなとか思っちゃうし、結局は一個じゃないかもね。うん、で防災セットみたいなさ、30点セットとかってあるけど、うん、ああいう感じのものがやっぱ使っちゃうかな。あとテントが欲しいとかね、いろいろとなっちゃうけど、結局あれもこれもってなっちゃうんだよね。あと、なんだろう、人が欲しいっていうのもあるかもね。自分一人じゃさ、できないことも、二人だったらできるっていうこともあるし、話し相手がいるっていうことで、精神的にもね、すごく安定できるかなとか思うんだけど、それが男性なのか女性なのかっていうのも、やっぱ違うよね。うん。まあ、それが、人が、なんだろう、一人なのか二人なのか、わからん。うん。結局は、その完全に無人島っていうのがあるのかどうかっていうのは分かってないんだけどね。うん、まあ、あったとしても、その誰かの持ち主だったりだとか、っていうのがあるかもしれないね。うん、どうなんだろうか。まあまあね。よく言われてるのはさ、金持ちのその持ち物だったりとかね、してて、そこでまあなんかいけないことがあったりとかね、やってたりとかしてて、結構、まあ何年か前に大騒ぎになりましたけど、そこにその有名どころの、海外のさ、有名どころの政治家の人が来ていて、ちょっと法に触れるようなことをやってたりとかっていうね、話があって、その島の持ち主が逮捕されて、で刑務所にいたんだけど、自殺したんじゃないかって言われてるけど、結局はどうだったんだろう。なんか他殺に見えるんだけど、でもその証拠がないからさ、なんとも言えないっていう事件があって、うん、そういう話があったなーっていう都市伝説でございます。そういうのって結構あるよね。よくないことが起きてるんじゃないかってね。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。